古代文字のライブをやらせていただいています。これは3500年前の文字のルーツ、漢字のルーツになるものなんですが、すごく古代の人たちのエネルギーが大地と天がつながっていた時代の文字なので、すごくこの会場というかお寺に来た時に近い世界を感じたので、今回ご住職にお願いして書かせていただくことになりました。間に入ってくれたのが江守京翔さんというあちらにお坊様なんですが、彼のとの出会いがあって今回こうしてここで書けるというすごいご縁も感じておりますので、また皆さんがこうして偶然か必然かで来てくださった皆さんの日もいただきながら、今日はこう心に浮かんでくる文字を書こうと思っております。